はい。皆さんおはようございます。トンキチでございます。今日はですね、特に iPhone 使っている方の向けの動画になります。先日発表された iOS15 にした方は要注意ということで、新機能 iCloud プライベートリレーで使い放題機能などが現在無効化されるようなね、カウントされてしまうような事象が起こっているので、そのことについてお話ししていきたいと思います。現状ね、ドコモとかソフトバンク、楽天にも影響が出ているというふうに言われているので、現在利用されている方は要チェックです。今日はせっかく大きなディスプレイを買ったので、これで、この形でね、出していきたいと思います。先日9月の21日早朝ですね、iOS15 正式リリースがされました。これによって iPhone の新しい機能がいろいろ使えるようになりました。その中の機能として追加されたもの、それが今回ちょっとね問題になってるよっていうお話になっていきます。それが何かというとこちらです。 iCloud Plus というものになりまして、何かというとApple のクラウドサービスですよ。そしてサブスクですね。月額課金とかするようなサービスです。で、インターネット上にね、写真とか書類とかメモなどを保有することで、自分が持ってる iPhone、iPad、Windows のパソコンからもそうですけど、そういうデバイスからアクセスが可能になりますよ、ということです。このサブスクに関しては、インターネット上のね、容量に応じて料金が変わるというような仕組みになっています。通常ですね、iCloud というと、サインアップすることで無料で 5GB 使えるっていうことは皆さんね、結構有名で知っている方も多いんじゃないかなと思います。そのね、5GB をさらに容量アップして使いたいよっていう方向けなのが、この iCloud Plus ということになります。ちょっと見づらいかもしれませんけど、この iCloud Plus というのは容量が3つあります。50GB、200GB、2TB、それぞれ月額料金が130円、400円、1300円という風になっています。ストレージ容量が基本的に与えられるということだけではなくて、その他付加価値みたいなものもありまして、その辺がね、この辺下に箇条書きされているようなところになります。今回どこが問題になったのかというとですね、こちらです。これ拡大した画像ですけど、これ。iCloud プライベートリレー、カッコベータ版。これがね、今回問題になってるんですよ。iCloud プライベートリレー、果たして何なのかなんですが、ウェブを見ているあなたの情報をもっと守りますと。はい。最近ね、Apple はプライバシー関係かなり力を入れていますので、その関係のお話です。何かというとですね、先ほど言った通り iCloud Plus のサブスクの一部、プライバシーサービスですよ。もっと言うと、情報を匿名化するサービスですよ、ということが謳われています。これ本当にざっくり言った時の話です。そしてこちらが Apple のホームページの抜粋です。Apple を含む、いかなるものもユーザーのブラウジングアクティビティの詳細を閲覧したり収集したりすることができません。というふうに書いてあります。すごい自信です。これによって、第三者がわからないだけではなくて、通信キャリアたちも、そのユーザーがどこのサイトにアクセスしているのかとかっていうことがわからなくなってしまったわけですね。どういうことが起こるのかというと、こうなりました。結果です。現状、一部サービスが無効になるものが出てきちゃったわけなんですね。特に、どこどこのサイト使い放題とか、電話し放題とかね、そういうところ、特定のサービスに特化して使い放題しているようなサービスにはかなりね、甚大な影響が出てるというような状況かなと思います。はい。では今ね、それがどういう状況なのか、現在9月の22日時点の情報を皆さんにね、ちょっとざっとお知らせしたいと思います。で、見ていただくタイミングでね、情報が変わってる可能性があるので、そこだけは皆さんご注意ください。はい。まず、ドコモです。ドコモは D アカウント関係、I チャンネル関係に障害が出ています。D アカウント関係っていうと、パスワード発行とかね、二段階認証とか、あと D アカウント関係の情報を参照したりとかっていうところがなんかできなくなってしまっているらしいです。I チャンネルはね、コンテンツサービスなんで、天気予報のサービスとかがうまく更新されなかったりするとか、そういう感じのようです。次はソフトバンクです。ソフトバンク結構甚大です。動画 SNS 放題って言われてるね、 YouTube とかが見放題になるサービスが影響を受けております。なので見放題だよって言って YouTube にアクセスしたら、月額で決まっているパケットを消費している可能性があるので、ソフトバンクの利用者の方は特にね、このプラン契約している方はご注意ください。そしてもう一つはこの Web 安心サービスです。こちらはフィルタリングサービスで、例えばお子さんにね、変なサイトを見せないようにフィルタリングしたりするっていうのがあるんですけど、スマートフォンで見てるサイトがどこなのかがわからないので、フィルターすらかけることができないということのようです。
会社で管理している端末とかもね、もしかするとこういうのでフィルタリングがかけられない可能性が出てくるということですね。続きまして Y モバイルです。ソフトバンクグループということになりますが、同じように Web 安心サービス、フィルタリングサービスに影響が出ているというような状況です。そしてソフトバンクのオンラインプラン LINE もです。これね、 LINE がギガフリーですよっていうことで話題なんですけど、そのなんとギガフリーが封じ込められてしまいました。ただしサファリのブラウザーよりギガフリーの対象サービスを利用した場合のみ対象外になってしまう、ギガ使い放題じゃなくなってしまうということなので、現状スマホのアプリとかそういうのを使っておけばちゃんとねギガフリーで使えるような書き込みが確認されています。2つ目はウェブの安心サービスです。これはね、先ほどから言ってるフィルタリングサービスの一つです。はい、そして皆さん非常に興味があるであろう楽天モバイルです。楽天モバイル結構ね痛いです。何が問題になっているのかというと、通話や SMS を管理している楽天リンクアプリ、これが問題になっています。でね、ちょっと一部の書き込みによると発着信とかにも影響が出ているようなので、使っている方はねちょっと注意していただく必要があるかなと思います。通話とかね、SMS カウントフリーですよって言ってるんですけど、このプライベートリレーっていうのがオンになってると、それがねカウントされてしまう可能性があるそうなので、そのあたり注意していただければと思います。そして2つ目はマイ楽天モバイルの利用ですね。この辺もねちょっと影響が出ているようです。はい、じゃあこれ最後になるんですけど、その他の MVNO についてです。現状ですね、有名なところエンタメフリーを持ってるビッグロブモバイルとか、ミュージックカウントフリーを持っている OCN モバイルとかが皆さんピンとくるかなと思うんですけど、この2社とも9月22日の朝時点では特段発表はされておりません。ただね、少し時間が経ってそのあたりまとめられて公表されてくる可能性はあるので、もしお使いの方、あとここに書かれてない会社さんで使い放題サービスとか、そういうフィルタリングサービスとかをご利用の方は、各社のね発表とかがないのかっていうのをチェックしていただく方がいいんじゃないかなと思います。解決策はないのかっていう話なんですけど、解決策あります、ご安心ください。ちょっとね、iOS 端末手元に持ってないので画面をお見せすることできないんですけど、やり方はこちらです。まず設定、滑車のマークの設定いってもらって、自分のユーザー名、僕だったらトン吉とかいうやつですね、押すと iCloud という表示があるのでそこを押します。でその中にね、プライベートリレーかっこベータ版っていうのがあるので、そこのスイッチをオフにしてください。それで OK です。まあ、そんなにね、難しくないので、なんか心配だなっていう方は、皆さんこれオフにしておいていただければいいんじゃないかと思います。ここまでね、いろいろ説明してますけど、今回いろいろトラブルが起こってるのは、あくまで、サブスク契約者、課金してる方ですよ、ということになります。今回問題になってる、プライベートリレーというのが、あくまでサブスクの一貫サービスになってるので、それに加入してない人は今のところ心配はないということかと思います。今回ね、iCloud プライベートリレー、詳細の技術っていうのは僕も専門家じゃないんでよくわからないんですけど、はっきり言ってめちゃめちゃすごいことがこれでわかりましたよね。さすが Apple という感じでしょうか。先ほどもお話ししましたけど、今現時点で発表されてないキャリアとかもいくつかありますので、お使いのキャリアのお知らせなどっていうのは今後ねちょっとこまめにチェックしていただいた方がいいかなと思います。すでに発表されている、先ほど紹介したキャリアなんかも改善しましたなんていうお知らせもあるかと思いますので、その辺ねちょっと目をこう凝らして見といていただけるといいかなと思います。繰り返しになりますけども、 Apple のプライバシー管理はね非常にすごいということが証明されたんではないでしょうか。はい、ということで本日の動画は以上にしたいと思います。ちょっとでもね役に立ったなんて方はぜひグッドボタン、あとチャンネル登録もしていただけますと励みになりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。